皆さんこんにちは。今回もね、モンスターハンターナウやっていこうかなと思います。僕ね、この2日間、かなりね、やり込みました。で、ハンターランク34まで、まあ、順調にね、進めてこれたんですが、ちょっとね、星5が少し前に解放されまして、この星5がね、解放されてから、大型モンスターの HP がね、異常に高くなります。で、戦闘時間が75秒なんですけど、これがね、全く足りないですね。まあ、火力不足といった感じになっております。まあ、星4でもね、結構強いんですけど、星5になってからが、まあ、本当にきつくなるのかなと思います。で、まあ、結構な方がここでつまずくんじゃないかなということで、まあ、今回は、まあ、後悔注意そのままだと勝てなくなるかもということで、まあ、このね、星5に入った後も、まあ、できるだけね、苦戦しないように、前もって準備をね、進めておきましょうという内容で動画ね、撮っていこうかなと思います。まずですね、僕のね、装備紹介させていただこうかなと思います。結構強化頑張ってるつもりなんですが、これでもね、火力全く足りないですね。まず、武器がですね、ブルームナイフのグレード4のレベル4まで上げております。ちょっと次の強化がね、接着クロワリーがね、12匹必要ということで、強化がね、止まってしまってるんですけども、武器の強化はもうこんな感じと。で、次、防具に関しましては、装備スキル、毒属性強化レベル2と、体力増強レベル1、攻撃レベル1、ロックオンレベル1という感じで、ちょっとね、攻撃寄りのスキルをつけております。で、この装備で攻撃力が384の毒属性が300ですね。まあ、防御力はね、まあ、強化は頑張ってるんですけど、まあ、268と、まあ、星5キャラの攻撃をね、一発でも受けてしまうと、だいたいね、60とか70食らっちゃうんで、まあ、ここ本当に食らわないように注意するしかないのかなといった感じですね。まあ、この星5が解放された段階で、防具に関しましては、もう少し頑張れば、まあまあもうちょっと強くできそうな感じはあるんですけど、まあ武器に関してはね、結構頑張ってるんですよね。まあそれでも本当に時間が足りないので、まあ前もって準備しておくことが本当に大事になるのかなと思います。まあ、ということで、ちょっと今からね、星4のリオレイヤーと星5のリオレイヤー、ペイントボールつけてあるんで、今から戦っていこうかなと思います。まあ、星4に関しましては、ここもね、結構強いんですが、まあ、時間切れにはなったことないですね。まあまあ、30秒残しぐらいで勝てるのかなと。で、星5リオレイヤーは2回戦ったんですけど、まだ1回も勝ててないので、まあ、ちょっとね、今回討伐も狙っていくんですが、HP のね、比較っていうところもしていただけたらなと思います。ということで、戦っていきましょう。まずですね、星4のリオレイヤーから戦っていこうかなと思います。まあ、星4のレイヤーも結構強いですね。まず、ロックオンで弱点のね、顔を狙っていきましょう。ちょっと下がっていきましょうか。きついですね。よし、じゃあ顔に、攻撃を集中させていきます。ちょっとなかなか、あーって膝の間違って使ってしまう。ちょっと今回、ダメージはそこまで与えれてないんですが、まあ星4であれば、まあそこまで苦戦することはないので、初めはね、結構苦戦してたんですけど、いいですね、今の回避はなかなか良かったですね。よし、ガンガン削っていきましょう。で、今回ね、このロックオンがめちゃくちゃ強いですね。今の、例えばさっきのみたいに横から切ると、まあ、ロックオンなしだと、羽にね、攻撃が吸収されちゃうんですよね。まあ、ですが、こっからでも弱点の頭を狙うことができますので、まあ、ロックオン本当に優秀なのかなと思います。まあ、星4はね、こんな感じで、割と時間に余裕を持って倒すことが、まあ、できるぐらいまではね、武器を強化しているような感じですね。討伐時間が、51秒ですね。まあ、ちょっと初めグダグダしてたんで、まあ、もう少し頑張れば、まあ、45秒ぐらいで倒せたかなといった感じですかね。はい、次はですね、星5のリオレイヤーと戦っていこうかなと思います。まあ、火力もなんですけど、HP が、ま、本当に高くなりますね。一回でもやられてしまうと、まあ、回復薬で復活はできるんですけど、まあ、大体ね、3秒、まあ、4秒5秒くらいかな時間取られちゃうんですよね。まあ、その4、5秒で、まあ、討伐間に合わなくなるぐらいシビアなので、まあ、ちょっとね、今回、まあ、初討伐狙っていきましょう。これなんか戦闘力みたいに出てますが、僕今268で、まあ最低307ぐらいが、まあおすすめ戦闘力といった感じになってるみたいですね。よし、戦っていきましょう。まずロックオンで、頭を狙って、ダメージを稼いでいきます。とりあえずね、攻撃、あー食らってしまいましたね。一発で75ダメージ。
まあ、今回 HP マックスだったので、あっときついか。まあ、2発食らってしまいましたね。まあまだ、でもそこまで大きなノックバックは食らってないので、時間的にはいけるかもしれないですね。方向に合わせて必殺技打っていきます。まあ、これで顔に攻撃を集中させていくと、ダメージはね、食らってしまってるんですが、時間的には、まあ、そこまでロスはしてないような状況ですかね。で、これで残りが、26秒ですね。いやー、ちょっと微妙か。HP がね、本当に高いですね。いや、ちょっと今、後ろに下がってしまった。見せてしまいましたね。いけるか。OK、ジャスト回避の残りが12秒。いやー、ちょっと微妙ですね。いけるか。いや、本当に、時間がだいぶ際どい。オッケー、いけましたね。いや、ギリギリなんですが、今みたいにね、結構頭に攻撃を集中させれてはいたんですが、星4よりね、圧倒的に時間が足りないような感じになってますね。まあ、ちなみに今回、まあ、初討伐できたんですが、まあ、1分12秒、まあ、残り3秒ですね。いや、かなり強いです。星5がね、本当に強いので、まあ、前もった準備が必要といった感じですかね。まあ、実際、どういった、準備がね、必要になってくるのかっていうところを、まあ、ここからね、ちょっと話していこうかなと思います。まずですね、ガンガンストーリーを進めたい人向けですね、まあ、武器を一種類徹底強化した方がいいのかなと思います。まず一つ目に、お金がね、かなりきついんですよね、このゲーム。いろいろ手出すと、金欠になりやすいので、一つの武器を徹底強化して、火力を稼がないことには、クエストがね、クリアできないんで、とりあえず武器一種類強化した方がいいのかなと思います。まあ、防具の強化とかもね、必要になってくるんで、お金が本当に厳しいですね。で、理想は、全属性武器を、まあ、全種類持つ方が火力出せると思うんですけど、まあ、ガンガンストーリー進めていくと、星5に入った段階では、一本武器強化するのと、まあ、そこそこの防具揃えるので、結構ゴールドカツカツなるんですね。まあ、僕がそういった状況なんですけども、まあ、なんでそれであれば、汎用性の高い毒属性武器一本持つ方がいいのかなと思います。まあ、僕はね、ブルームナイフのグレード4まで強化して持ってるんですけど、まあ、個人的にはかなりおすすめの武器かなと思いますね。で、防具も強化したいんですけども、まず、討伐時間が足りないので、ノーダメ覚悟で、ね、武器強化の方がいいのかなと思いますね。まあ、防具強化しても火力出せずに、結局ね、時間切れとかなっては意味がないので、まあ、ガンガン進めたい人であれば、まずね、討伐時間をクリアするために武器強化に集中した方がいいのかなと思います。まあ、それでもですね、ワンパンされない程度の防御力ってのは欲しいのかなと思います。まあ、さっきね、僕、星5のリオレイと戦って、被弾はしたんですけど、まあ、なんとかギリギリ倒せたんですよね。まあ、ですが、あの被弾で、僕が一回、まあ、やられてしまってると、復活に、まあ、回復とかね、したりするのに、4、5秒かかったりするので、まあ、おそらくさっきクリアできてなかったんじゃないかなと思いますね。まあ、なんで、ワンパンされない程度の防御力ってのは、ま、必要になってくるのかなと思います。ここちょっと時間の確保っていうところですかね。まあ、ただですね、マルチプレイができる方は、まあ、火力をね、補うことができると思いますので、戦闘回数を稼げる防御力重視の方がいいんじゃないかなと思います。まあまあ火力足りるんであればこのゲームね、防御力本当に大事になってくると思うので、まあとりあえずまあ戦闘回数稼げる防御力。で、ソロプレイヤーでもまったりプレイであれば、こっちもね、しっかり防御力を上げた方がいいのかなと思います。で、次がですね、ここかなり重要なんですけども、リオレイヤーの緊急クエストをクリアすると、星5が解禁されるんですね。まあ、僕今ちなみに、レイギアナまで討伐してるんですが、このリオレイヤーを討伐すると、星5が解禁されます。で、この解禁されると、マップに星5が出現してくるので、まあ、星5の戦闘が苦しい方であれば、まあ、勝てないモンスターがね、多くなってしまいますので、まあ、その分、スルーしないとダメなんですよね。まあ、なんで、マップのモンスター全部戦っていくことができないんで、効率がね、落ちちゃいます。かなり落ちます。まあ、僕が実際そうやったんですけども、スムーズに星4まで倒して、星5に行ったんですが、星5に苦戦して、まあ、結構無視してたんですよね、はじめ。で、武器強化して、なんとか星5倒せるようになったんで、今マップ大体倒していってるんですけども、まあ、結構ね、効率が落ちちゃうんですよね。
まあなんで星4で苦戦している状態であれば、まあ星5に行っても僕とね同じ状態に多分なってしまうと思うんですよね。まあ戦えずに星5のキャラとまあスルーしていってちょっと効率が落ちてしまうと、まあなんで星4で苦戦しているんであれば、あえて星4に留まって、まあ強化とかね修行をしっかりしてから、星5に上がる方が効率はねかなりいいんじゃないかなと思います。まあここはね本当に結構重要にはなってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回はね、僕が星5に上がって、だいぶ苦戦しているので、まあ、ちょっとでもね、対策をという感じで動画を撮らせていただきました。まあ、参考になった方はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。